ぶち切りうちらです。坂本です。ちょっとやってみました。あー緊張した。何も言わず始まるなと思って、いつもはいを待ってたからさ、びっくりしちゃったよ。いや何回か見てたらはいがなんか定番みたいになってるけど、あのはいは別にその気合い入れで言ってるだけだから、うん、背後から使われてる想定だったよ。毎回はいみたいになってて、なんかちょっとなんか恥ずかしいなと思って。それもあってずらした。まあいいや、ということで、うん、今日は、前回っていうか前の方にね、うん、俺がドミノピザのバイトをやってたと。はい。いうことで、ドミノピザのレビューしましたけれども、うん、じゃあそれ以外のピザ屋はどうなんだと。うん。まあそういうコメントもありましたんで、はい、今日はピザーラの方をレビューしていきたいと思います。おー楽しみ。今日はね、ピザーラの、もうホームページにも載ってるのかな、ランキング、うんうん、ランキングと、さらにその店員おすすめのやつもあるのよね。はい。それを用意したということで、おう、もう出てる順位を、うん、改めて俺が順位付け直します。そういうことだ。うん、そうそう、だってまあ、うん、分析するにやっぱりこの本当の順位を載せてない可能性あると思ってさ、おう、ピザーラに限らず、うん、やっぱその何位かにすると売れやすくなるとか絶対あるはずだから。なるほどね。うん、原価が安いものをちょっと上にしたいみたいな。うん、はい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 。怖いですね、お前が割と芯つくと。まあまあでもそういうことよ、はいはいはい、があると思うから俺がもう正直にやりたいと思いますが、うん、もう結論から言うと、なんか今日そんなにお腹減ってないっす。ああそう。お腹減ってない時はちょっと全体的に順位が下がるけれども、おう、まあまあ全部が下がるから大丈夫だよね。なるほど。順位が。はいはいはい。フェアにね。フェアにいけますから、はいはいはい。じゃあ早速やっていこうかなと思ったんだけど、うん、今日ピザかと思って、一個普通に思ったんだけど、うん、一番かっこいい食べ物といえばみたいに言うと、ピザで合ってる？え？一番かっこいい食べ物？うん。あんま女性と話してもピンとこないかもしれないけど、もし男同士で何食ってたらかっこいいかになったら、ピザで合ってるよね。ピザ、いや、言われてみる。ちなみにかっこいい飲み物はコーラなんだけど。おお、なるほどね。でもそれで言われたら、うん、ハンバーガーの可能性もあるなと思ったけどね。でも骨付きチキンとかのことか、うん、見た。ティーボーンステーキ。あー、ティーボーンステーキっていうか、なんかそんなようなネタやってたの昔この人。なんか強そうなフルーツみたいな。あーやってた。俺の想定の話はピザってなって、ああそうだわってなって、うん、次の話進むのかなと思ったら、もう全然。じゃあ早速、はい、その前にその先ほどおっしゃった、はいはいはい、かっこいい飲み物である、はい、あコーラ、あはい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 、あかっこいい、あこれはかっこいい飲み物で合ってんだ。俺めっちゃフェアだから正直に言うんだけど、本当に一時期すごい事務所ライブの時とか、うん、コーラ片手によくやってきてたの覚えてる。なんか、うん、あんまり覚えてない。いやいや、いつもコーラよ。必ずコーラ持ってて。おーおー、それ知ってる。あれちょっとかっこいいと思ってましたね。そうなの。なんかジアラはなんかやっぱヒップホップやなっていう、すごいファッションコーラをやってる。はい、はい、乾杯。はい、乾杯。はい、いや、もうどんどん行こう。はい、行こう行こう。じゃあ、一つ目、うん、行きましょう、うん。はい、こちら。あ、なんだ？あ、なんかカルビっぽい。はい、人気第5位、うん、シーフードイタリアーナ。あ、これね。はいはい、シーフードイタリアーナ。それと、うん、スタッフおすすめの、うん、ピザーラプルコギ。ピザーラプルコギ。プルコギだ。じゃあこれ食おうかな、普通に。うん、普通に一昨日、りょうたとチャリが家で頼んでたよな。そう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 。で、これあったんじゃないの、多分。これはなかった。エビだったぜ。エビだぜ、これも。あ、じゃあそうかも。うん。もう全部丸い食べ物としか持ってないから。あいつらは。じゃあ食っていい？ピザーラ。まあ、普通。うん、普通だな。普通。じゃあ俺食べていい？うん、いただきます。あー、シーフードだね。シーフード、うん、ちょっとくせえ。うわえ、変な味すると思ったらシラス入ってるわ。くっそー、やられた。それでだ。そうだ、シラスだ。シラスはどこにいたってくせえんだよ。 あ、ほんとだ。あ、めちゃくちゃ入っちゃう。そういうことか。そうだそうだ、シラスの味だ。シラスほんとにムカつくんだよな、これ。なるほどね。シラスってさ、ほんとに気持ち悪いしさ、うん、なんか、シラスが出してる効果が、その、うん、魚介っぽい匂いな酒じゃねえことで味。まあ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 。まあじゃあ、順位つけるって言ったけど、まだ1個目だから、とりあえずわかりました。はいはいはい。はい、じゃあ、1回コーラ流し込んどこう。うん。次が店員おすすめ？店員おすすめの
なんていうやつだっけ。プルコギですね。プルコギね、これはうまいじゃん。プルコギはなんかそんなそのうまいけど、まあ、確かに差がなさそう、パンチが強いから、うん、そう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 、甘くて美味しそう。いただきます。え、俺のいただきましょう代わりに言ったんだよ。そんなサポートしてなんて言ってないよ。とりあえずテコったね、うん、自分のために言った。いただきますわ、うん、おー、ドミノピザと違う。なにこれ、なんかシャキシャキ大根みたいに入ってる。なにこれ、どういうこと。玉ねぎじゃない、玉ねぎかな。おいしくねえな今日。なるほどね。なんか違うな、ドミノとは。何が違うんだろうな。なんだろう、まあ、ドミノのやつはもっとなんかいろんな色鮮やかな野菜入ってたね、ちなみにね。入ってたっけ。はい、うん、ドミノの方がうまかったな。なんか肉感ちょっとあんまないよね。うん、肉感も確かになかったかも。結構ね、下のなんだろう、ニンニクとかでこうなんか結構なんか野菜サクサク言ったな。わからんな。どっち言ったのか言ったのか。ちなみにこっちとこっちだったらどっちがうまかった。え、絶対こっち。うじゃらは、まあこっちかな。うん、だろうね。で、次がはいはいはい、うわー、もうちょっとマヨネーズ系が多いな。こちらが、うん、人気4位カレーモントレー。カレーモントレー、なるほどね。とおすすめの大エビのガーリックシュリンプ。おー、ガーリック入れときゃなんとかなるみたいなところもある。ありますからね。だけどまあこっちのカレーとマヨネーズのやつはもう美味しくなさそうだから早めに処理しちゃう。マジで、うん、俺カレーピザ初めてで楽しみにしてんだけど。どう、あとこいつらちょっと温めんとこ入れといた方がいいんじゃない。もう結構まずくない。まあまあ確かに、その冷めてて。確かに、うん、じゃあちょっと行ってみて。カレーモントレー、うん、カレーモントレー行ってみてほしい。これが4位なの。これは結構昔からあるんですけど、ずっとロングセラーで根強い人気があるという。超うまそうね。具の見た目はこのいろいろ入ってる。いや、俺たちが小学校の時からあるのかなってことじゃない。どうだろう。とりあえず俺順位が決めるからさ、なんかちゃんとした味覚お前頼むね。もう俺なんか別に全部なんか小麦粉の塊食ってるし、うん、ダメだって。いや本当にしょうがない、それは。あ、そうなんだ、うん、もうそういうわけにもいかんし。確かにそれはそう、うん、じゃあ俺ちゃんと、あー、うまい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 。何のカレーだろうこれ。うまいのか。俺はけ、もうね、まずカレーの味と、しかもそのカレーっていうのがこれなんだろうな、いや、どこのカレーかちょっと出てこんな。まあ、ほんとカレーにコーンが入ってて、すごく美味しい。全然分かんなかったな。うん、てか、カレーせんべいの味。だからその味近いけど、うん、なんか、それとは全然違う。やっぱ、あれだとうまいけど、うん、確かに今言った通り、その、うん、言ってたやつの味なんだけど、まさに。なんか全然美味しくないな。でも、今のところ見つかったじゃん。の中の順位はなんとなくついてる。ちゃんと味に。で、次が大エビのガーリックシュリンプ。これレモンはこれ全部にかけちゃっていいのかな。多分そうじゃない。だよね。おいおい、でも別でつけないんだな。やっぱ生を持ってくのって怖いのかな。前までドミノのマルゲリータって10年弱前は、うん、本当に生のバジル、うん、をもう乗せるの、うん、でそれがめちゃくちゃ厳しかったもん、それ衛生ルール。生はなんかどうのこうのっつって。だからなのかな。なんかな、気づいた。俺今一応ちょっとそのマウント取っちゃった、その格好。知識。格好つけたいんだね。格好つけたいでしょ。もうそう。もう無意識でやるからね、自分肯定感。じゃあいただきます。これはうまい。あ、来た、よかった、安心したわ。うまい。なんでお前が安心するんだよ。いや、うん。うん、うまい。これだけや。まあ本当でもガーリックのおかげって感じだけど。でもレモンはこれ大事っぽくない。うん、確かに。ね、レモンなりちゃんと関係ある。でもさ、にしてもさ、なんかあれだね。まあもうすべて諦めて思ったこと言うと決めてるからいいけど、そのピザってその美味しい時間短すぎないか。こんなちょっと冷めただけでさ、こんなに美味しくなくなるんだったらさ、なんなんだって思わない。そんななくない。まあ、冷めてこんな劇的にさ味変わる食べ物ってこいつらぐらいじゃん。まあまあこいつらぐらいかもね。え、空気悪くなったのか。
ちょっと順位そろそろつけれそうだからつける？はい、じゃあ書いてみよう。順位、うん、はいはい、どうでしょう。まあどうだろうな。まあちょっとこれ順位はまだどこになるかわからない。ガーリックシュリンプで、はいはい、今の4つのね、順番ね。まあでもこんな感じかな。そういうこと、そういうこと、はい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 、今んとここれかな。なるほどなるほどね。いや全部美味しくないんだよね。今日本当に本当に本当に申し訳ない。まあでもこれかな。なるほどね。俺はちなみにね、個人的だからここ逆って感じ。俺はね、でもここは一緒、うんうん、こんな感じ、うん、はい。でもカレーモントレが絶対もうちょっと下に来そうだから、まあもうこの辺にしようかな。まあいいよ、はいはいはい。シラスが入っているシーフードよりもカレーモントレの方が下なんや。いや、なんかカレーモントレはね、うん、もうなんかそのさっきみたいなのがカレー何々みたいなの、なんかわかんない、なんかムカつくんだよな。いや、マジでなんか、うん、全然美味しくないカレーモントレ、うん、あ、そう、なんかダメだな、俺は。へぇ、うん、まあ、とりあえずこれかな、はい、うん、じゃあ次の行ってみますか。はい、3位と2位。あ、3位と2位。おー、あー、お、マルゲリータとエビマヨ。エビマヨです。エビマヨ初めて食うわ。おー、俺も食う。で、どっちが何位なの。ちなみに、3位がエビマヨ、うん、はいはい。で、2位がマルゲリータ。はいはい、マルゲリータ、絶対マルゲリータから行った方が良さそうだ。なんかね、一番味がちょっと濃そうだし、うん、そのエビマヨは。はいはい、一応オリーブオイルついてる。あ、へえ。俺個人的にマルゲリータってそんな好きじゃないんだな、俺。わかんないね、確かにマルゲリータうまいって。うん、そう。あ、でもマルゲリータの中でもうまいはうまいと思った、これ。うん、まあ、確かにそう言われたらマルゲリータの中ではうまいかもな、なんか。うん、マルゲリータ、俺もこいつと一緒でピザ頼む時マルゲリータ絶対選択肢に入んないの。なんか頼むならせっかくならなんか違ったもの頼みたいってなんだけど、これは頼んでもいいぐらいなんかうまくない。いやでもまあ、それでも3位、これが2位。2位でしょ。うん、まあでも普通にうまいってことだもんね。うん、コテコテの中にやっぱ一個シンプルなの入れておきたいみたいな役割も担ってたりするの。あ、でもそれはあるかもしれない。まあそれだったらちょっとわかるな、はいはいはい、なるほどね。うんうんうん、今のマルゲリータは、あ、でもね、こうなる、ごめん、もう何にもロジカルでも何でもないんだけど、もう感覚なんだけど、プルコギよりは上だわ。あ、はい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 、今食ったからすごいな。うん、で、下手すりゃこうなる可能性すらあるもんな。うん、マルゲリータ正直美味しかったよ。でも逆にテンション上がってきちゃったけど、冒頭から結構なんか一口目食ったらさ、うわ最悪、今日なんかもう全部美味しくない日だと思ってさ、うん、うわー、なんかダリーなーと思って。だってさ、本当に思ったこと言うとさ、全部がさ、まあそもそも今お腹減ってねえからなーになるから、まあなんかひねり出せねえかなと思ってたけど、うん、っていうのでもう何個か食っても、ああもう無理、もう無理、イライラするわってきたけど、うん、ここの感覚になるってことで、あ、じゃあちょっとすごいのかも、マルゲリータは。そういう意味で言ったら、うん、まあじゃあエビマヨ行ってみましょう、うん、はい。ピザーラといえば、うん、うわ初めて食う、あんだけメロディーは頭に残ってない。エビマヨマヨエビマヨ、あ、それか、エビマヨみたいな、それだ、今思い出した。嘘、ほんとほんとほんと。じゃあいただきます。うん、あ、もうピザじゃないじゃん。いやもうボリュームがすごくて、なんかまあでもこのコンディションでこの感覚なんだったらうめえのかもな。へぇ、思ったより自分の中でマヨネーズ感が低くて、うん、マヨネーズ美味しくないから基本的には、うん、言ってるよね、うん、マヨネーズが前に出てこない、どちらかというと甘さが前に出てきてる、うん、このなんかオレンジのタレなのかな。まあちょっとわかると思う、食ってみ、そのちょっと食ってみ、もうピザじゃない、ピザじゃない、うん、エビマヨ本当に初だな、ちょっといただきます、うんうん、ピザじゃない、うん、ピザダサい。ピザじゃない、うん、甘いね、うん、甘い、いや、甘さがピザじゃない理由ではない。ピザっぽくないね、めちゃくちゃ。まあでもなんか一番テンション上がるかも、ピザ頼もうってテンションの時にこういうの食いたいかも、うん、こういうパーティーピザみたいな意味で言うと、うん、はい、これはもうエビマヨはもう上だね、一番。うん、と思う。これは合ってる、絶対そう。こうなってくると、ガーリックシュリンプ、ここだったっけって思っちゃうな。確かに。最後ね、これ。
で、これ行く前にちょっと関係ないんだけど、そのさっきしようと思ってたのが、今はもう価値観変わって違う食べ物がかっこいいになってんのかなの話しようと思ってたけど、人としての顔面の話なんだけどさ、まあ、簡単に言うとなんか小中ぐらいまでは多分普通に顔の長い人として生きてるから、別に当然イケメンとかでもかっこいいみたいなの全くなくて、多分やっぱジャニーズがすごいやっぱまあ当時からも流行ってるし、かっこいいの基準は基本あれですよって認識になってる、絶対そうだと思う、うん、だからジャニーズの前のかっこいいの基準はまたちょっと違うんだよ、はい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 、ジャニーズ基準だったわけ、うん、だから結構不遇の時代だったんだよ、うん、そう、うん、で途中から LDH 系とか、うん、でもっと現代まで近寄ってくると K-POP とかが出てきて、うん、だから LDH で若干ちょっとこういういかつい顔も OK になり始めて、うん、でさらにこの K-POP が流行ったことによって、俺ちょっと韓国っぽいのかな顔が、何回か言われたことあるんだけど、韓国人って言われたことあるんだけど、そういうのも合わさってか、うん、その年代からどんどんなんかたまにかっこいいって言われる頻度増えてきたんだよね、明らかに。でもそれがちょっと分からない、28ぐらいからさ、うん、まあ分からんから言ってることは全然売れる前、バズる前とかで、うんうん、だからそういうの変化があるから、よっしゃこれからもすごい時代始まるぞと思ったら、この間 TikTok でさ、うん、なんか平成のイケメン最高みたいな、ヤマピーとかさ、うん、もうその頃の人たちが当時出てたのがいろんなのが出てきて、もう最高この顔この時代戻れみたいなのめっちゃバズってたの。勘弁してくれよ。やっとこちらの時代来たかと思ったら、またそこ戻んの。もう最後だから、その、うん、ギリまだ女の子だなんて言ってられる年齢はもう最後の最後に、もうだからなんとか逃げ切りたいと思ってる。本当は出だしで割と言うはずだったのよ。ああ、そうだろ。この話は共有したくて。はいはいはい。だけどピザでつまずいたもんだから。まあいいや、じゃあ最後の行きますか。最後が、うん、まあ、人気1位と、うん、ちょっとスタッフおすすめとか書いてなかったんですけど、うん、あの前回パインのピザがめっちゃうまいみたいな、うん、ちょっとあの 甘さと、うん、ピザのこの融合みたいな話があったんで、うん、甘いピザの方を入れさせてもらいました、なるほどね、はいはいはい、甘い系と、横が1位、照り焼きチキンと、ふわとろフォルマッチ。ああ、じゃあこっちは期待できる。うん、なぜなら、サルバトーレで俺が必ず頼むのは、日本酒のチーズのピザを頼んで蜂蜜つける。あれめちゃくちゃうまいでしょ？うまい。いや、いいわとかってこいつ最初に言って、いや、食ってみっつったら、すごいってなったでしょ。あ、ほんとにうまい。知らない人ってこの世に多分まだいっぱいいると思うからさ。はいはいはい。それ系統なんじゃない？そうですね、だからこれ蜂蜜、そう必ずあるんだよ。あと全然関係ないけど、マルゲリータが思いのほか良すぎて前半と後半で声量違う気がするよ、ね、じゃあこれね、もうでもこれは正直あんまり期待できないな。じゃあいただきます、うん、あーもうダメだ。あーそうで、マヨネーズとコーンの組み合わせもう全然美味しくない、ラックスだよ。全然ダメなんだ。全然ダメ。俺こういう系ちなみに好きだからね。どんだけホクホクでも美味しくないと思う。俺は好きだけどね。美味しいか。何が美味しいんやこれ。なんか子供が好きそうな味っていう表現が一番いいと思うんだけど、ほんと甘くてコーンが入ってて優しくなんかうまい。全然だわ。これが1位なんだ。はい。なんかもうあれじゃない？みんな集まってパーティーとかしてないから、もう家庭でぐらいしかピザなんて頼まないんじゃない、もしかしたら。なんか思うんだけどピザってさ、うん、高いじゃん結構、うん、だから若い時あんま食えないじゃん、うん、でお金持ち始めた頃にはもう胃が終わってんだよね多分。だから本当に、うん、さっきも言ったけど美味しい期間短すぎないか。食べれるっていう意味でも。じゃあこれね、あのパイナップルのピザが美味しかったってことで甘いのどうだってことだけど、もうちょっとそれはもう別物です。あれが好きならこれが好きとはならないけれども、うん、まあ普通は好きだよこの蜂蜜ピザ系は。うん、美味しいよねこれ。いただきます。サルバトーレと比較してどうなの、よっぽどうまいからな。うん、まあでもこれでやっと分かったんだけど、やっぱ今日コンディションがすっげー悪いね。どういうことかって言ったら、サルバトーレのとほぼ俺の舌だったら味の差はそんなに分からんわ。生地が明らかに違うなっていうぐらいで似た味する。でその上でそんなにうめーってなってないってことは本当にコンディションが悪いよ。ああそうだね。なるほどなるほどね。でもな、まあでもうまいうまい、多分うまいわ。じゃあそれやうまいんだ。うん、よしいただきます。うん、
あ、うまいうまい、これうまいじゃん。うまいよね。うまい、マジうまい。これうまいね。これうまいわ。うん、圧倒的に俺うまいかも。これ何がすごいってね、これ今結構冷めてんだけど、うん、冷めててもまあまあ別にそんな遜色ないんだ。うん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 、でもこれを1位にしていいのかな。アッシュだからさ、うん、で、まず照り焼きチキンから、うん、照り焼きチキンはもう普通にカレーモントレーより下だな俺。あ、そうなんだ。もう本当に美味しくない。で、こいつをちょっとごめん、運動無用だわ。おお、なるほどね。これだわ、もうやっぱ、うん、ごめん、これはもう本当に好みでつけてるな。うん、うんごめん、ちょっとね、やっぱそうだよね、こいつ。いやいや、これよりうまかったかどうかは別として、そのなんかサプライズみたいなこと言うと絶対シャイだわ。なるほどなるほどね。うん、はい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 、これだわ。ああああ、今日はマルゲリータがお前のほうがすごかったかな、自分的に。マルゲリータで言うとドミノピザよりこっちの方がうまい。ドミノピザのも食ったんだよね、確か。食った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 。その時に何かこう記憶が残ってないから、そうなのかも、こっちの方がうまいのかも。うん、まあなんかこれ以外の頼んでないやつでうまいのが多分あるはずだけどね。まあでもまあいいでしょう、この順位ということで、はい、これ参考にしてください。